こんにちは、ルーチューブのお時間です。いやーやばい、もう今スペンスクロボード見終わりました。ほんともう今数分前に終わってね、うちでロクヤと見てて、まあ、すぐ動画うちのプロデューサーのロクヤが出せって言うんで、まあ、言ってたじゃないですか、井上尚弥パウンド4パウンドナンバーワン、もうこれ間違いないねっつって、そういう風潮でしたけども、圧倒的でしたね。まあ結果から言うとほぼ前ラウンドクロフォードじゃない、まあ、てか2ラウンド目でも倒してるから、まあ唯一ポイント言っててもいいな1ラウンドぐらいでしょ。だから、うん、で2ラウンド目以降はもうね、まあ、休んでるかもあるラウンドもあったけど、9ラウンド、クロフォードの KO 勝ちだけど、もうそれまでに何回倒したよ。 3回か4回倒してるよね。ね、まあ本当に言いたいこと何個もあるけど、こんな差ある、うん、こんな強え、俺言ったじゃん、前回の井上選手もフルトンってあって、いやー俺今回の井上選手が一番びっくりしたと、もうこんな強いかと思った、俺クロフォードも今日こんな強いのかと思った。うん、まあだから本当になんかパッキャオが無双してた時期みたいな感じでしたよ。いや、もっとあるよ。あ、そう、いやー本当になんかごめんなさいと思った。クロフォード強いと思ってたけど、うん、俺もやっぱりクロフォードスペース決まって動画とかバレン君とかと喋っても、まあ、クロフォードだと思いますけどって言ってたじゃん、うんうん、だけどこう試合前結構ジムとかでパーソナルやりながらさ、スペースの YouTube とか見てると、はいはい、体格にも恵まれてるし、体格に反して仲も強いじゃん、はい、だからこれ中でやったらこういう試合になったらスペース勝ちももしかしたらって思ってる自分もいたのよ。押しつぶしてね、うん、なんかそういうレベルじゃなかったね。そこまでさえ行かせてもらえなかったね。うん、まあ結構なんかオーソドックスでさ、最初五分五分な試合してダウンロードし終わったらあのサウスポーにチェンジしてあの即倒すみたいな、なんかそういうイメージがありましたけど、そうだね。でも今日もう初っ端からサウスポーだったね。一貫してスイッチせず、あれどうなんだろうね、スペンスがサウスポー苦手って踏んだのか、サンスポの方が自分がいいのかどうなんですかね。まあでも右のジャブがもう大砲のようにね、うん、もう俺は一番そこだと思う。スペンスとクロフォードが向かい合ってやった時に一番の違いはジャブの、うん、まあジャブっつうかストレートだよね、うん、クロフォードは、はい、あの質が違う。スペンスはどっちかっつったらダメージあるっていうか、ちょっと測るみたいな。探る系。探る、トントン。クロフォードも、探るのもんですけど、バーン、もう顔弾くじゃん。バーンで、バーンって言って、もう、アッパーで効かせるで、フックダブルで言ってダウン取るとかさ。もう前の手が強いよ。うん。だから、まあ、サウスポーだから右手だよね。クロフォードは右手がすごいと思う。いや、本当に。ちょっとショッキングな試合でしたね。まあ、本当に井上フルトン戦と。いや、同等のこう感動じゃないけどこう衝撃があるよね、びっくり。いやーでもこんな強いのかね。もう俺はクロフォード35でしょ、うん、俺始まる前言ってたら勝っても負けてもこれが最後じゃないかと、まあ、これ以上のライバルと出会えないと思うしね、うん、ウェルターでねやることはやってるし、もう3階級制覇してるし、で先に2階級4団体チャンピオンだったね、はいはい、もうやることないし、もうモチベーションもないんじゃないのかなと思ったけど、申し訳ないけどこれスーパーウェルター行ってもなんか勝っちゃうような気するな。チャーロでしょ。いやクロフォード半端じゃないわ、本当ワンツーですね、ボクシング界のね。最初のダウンだって奥の手ストレート伸ばしてのジャブでしょ、うん、でめっちゃ効いてたもんね、うん、でその後はもう右アッパーから左フックでしょ。的中率だよ。井上選手もさ、なかなかガクンってなって追っかけてって走ってって飛びながら打ったのを当てるじゃん、はいはい、もうクロフォードもそうだもんね、うん、相手が聞いてガクンってなってるとこ当てるもんねノーチャンスだったよね、スペンスが、うん、本当にノーチャンスだった。なんかジャグの差し合いでスペンスが勝ることはないだろうとは思ってたけど、こんなにね、うん、だって多分ジャブで、クロフォードのジャブじゃねえけど、うん、一応ジャブって言うよ、はい、
ジャブで差し負けて、うわジャブで差し負けたからどうしようじゃないじゃん、うん、ジャブで差し負けてもうダメージ食っちゃってる、うん、もう効いちゃってるからさ、なんかすげえよね、井上選手の生で見に行ってさ、みんなで、あもうこれどんなに試合しても1位はまあ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 っていう話なんだ、みんな、うん、これで井上選手が1位になったらクロフォード側からしたら納得いかねえよなっていう内容だったよね、うん、相手だってウェルター級3団体チャンピオン無敗の無敗のね、いやークロフォード勝つとは思ったけどこんな展開は全く予想してなかった。なんかエニスがやばいやばいっててさ、まあ、この2人も食っちゃうんじゃねみたいな、あもう無理だね、うん、言われてましたけど、ね、と思う俺は。エニスでもてかもう誰でも無理だと思う。クロフォードクオリティやっぱ精度、井上選手もそうだけどクオリティとか精度とかさ半端じゃない、異次元だもん、うん、この2人の抜け方はちょっと異常だよ、異常です、ね、ちょっとごめん一時カネロ、うん、てかルーチューバー好きじゃない、うん、違うねこの2人は、ちょっともう、うん、井上選手とクロフォードはもう違うわ、うん、その下にカネロとかさヘンリーとかいるけど、はい、もう何やすごい、もう全部すごいもんな結局、うん、でもスペース1回当てたよね左ストレート、うん、あ危険なタイミングで、うん、でももうもうもうダメージを負わすような力残ってなかったよね、うん、でやっぱクロフォードのジャブとかさ、まあ、ストレート、まあ、ジャブというかストレートでもうスペースがちょっとバタつくじゃん、はいはい、まあ、なったらきついよね。でも決めに行かないですねそこだと思う、あの爆発的な人気が出ないのはそこだと思う、うん、あのロケでも言ってたじゃん、そういうとこだぞってあの見てて行けここで行ったら決まるっていうラウンドが2個ぐらいあったでしょ、うん、そういうとこ井上選手行くじゃん、うん、バーって行けって思った時はもう行ってんじゃん、うん、まあリスク踏まないってことなんだと思うけどね、スペンス側からしても、うん、俺が思ったのはやっぱりボクシングの精度もすごいし距離感もすごいし、いやうまいんだけどやっぱ前の手の差が威力もそうだし、どっちなんですかね、あれ利き腕もともとどっちなんですかね、なんか結構そのもともと利き腕右の選手がサウスポーにしたりすると前の手のフックとか矢が強かったりするじゃないですか、まあ、フックは強いけど、うん、多分ジャブあんなにスムーズに打てないもん、あジャブがストレートじゃん、うん、ボディジャブ、まあ、そこまでダメージないんですけどって俺前回の動画で言ってるじゃん、うん、あのクロフォードのボディジャブはダメージありますよあの音もすごいしガザーンって打ってるもんね、どっちがパウンド4パウンド1位なんかっていうのもやっても面白いかもしれないね、まあそれぐらいやっぱ井上選手とクロフォードは抜けてるよね、うん、はい、今日は自分たちが想像してたよりもクロフォードの出来が良くて想像よりも差があった試合になりましたね。はい、ありがとうございました。